の時も、あの時も、どの時も全部負けてるわけね。うるさい、こんなのバグれだ。でも一度も勝てないんだろ。あんな奴に。おかしい、俺が勝てないはずがない。こうなったら暴いてやろうじゃないか。あいつが勝ち続ける秘密を。マジか。嫉妬だと。親父ギャグだな。アスラー、キラー、当たれ。ゲームだな。キラー、ああいうちか。いつも勝負つかないね。すごいな、ゲームでも勝てないんじゃないか。うん、わかったぞ。って感じにあの力を出せればあいつに勝てる。どうやって出すんだ。なんだ、犬か。発情期みたいだぞ。あらあら、やばい。ありなのか。待ってください。お、ここは私が。もう何でもありだな。私はラクス、ラクスクライム。そこのワンちゃん、あなたはなぜ牙を剥くのですか。ラコ、なぜあなたは吠えるのです。何のために。それがあなたの幸せなのですか、本当に。そうか、分かったぞ。何がよ。あの力はピンチの時に出るんだ。だから、この民間犬が。って無理やりピンチに陥るのはどうかと。ダメだダメだ、いる相手じゃまだまだぬるい。もっとすごいピンチをくれ。当たる当たる、サマーちゃんも逃亡犬になっちゃう。弾がもったいない気がするぞ。うわぁ、まだまだピンチが足りぃ。痛い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 。カルシウム足りてるか。ちょっと待って、もうやめて、お願いやめて。わかったぞ。あいつらは二人でいる時にあの力を使っていた。仲間がピンチにならないとあの力は使えないのかも。おいおい、まさかそれって。お前がピンチになれば俺も力を出せるはずだ。待て、おい、やめろこのおかっぱ。はい、あれ、今までで一番何にも感じなかった。まあいっか。そもそもあんな力など出なくとも俺が本気を出せば簡単に勝てるはず。そうだ、俺はアスランに直接対決を申し込む。最初からそうしろっつーの。